に見送る最終決戦で流れる BGM です。今作はサクサク BGM のアレンジが少なかっただけに、またサクサクに世界中演奏し通り続けてきた馴染みの曲が抜擢されるとは誰も想像できなかったのではないでしょうか。非常に嬉しいファンサービスですよね。初代曲のカービィの無敵、および今作のレイカルジータノーワールド、ロックボーアレンジとなっており、ロックスターと新世界が共に登場し、主要箇所にぴったりの組み合わせでありと言えます。BGM 614、4分の4拍子の曲であり、構成はエントロ、A パート、B パート、C パート、D パート、間奏、ループとなっています。エントロ以外のパートがループの最初の予定の珍しい曲ですね。まあ、曲上に流れるだけか構成は6種類か A は最も珍しい形式ですが、ただ、この曲が珍しいのはそれだけではなく、転調がかなり激しいという特徴も持ち合わせています。保管調のイントロから始まり、 A パートで主調調、 B パートで A 主団調からの団調、 C、D パートで A 団調に展開し、間奏で A 主団調に戻っていく、こういったようにほぼ全パートにおいて目まぐるしく変化する様がこの戦いの根幹に満ち溢れた様子をよく表していますね。曲調はクライマックス感あふれる格好良さと綺麗に綴るためのとなっており、いかにも初形用 BGM にふさわしい曲だと言えます。無敵 BGM のアレンジということもありまして全く負ける気がしませんね。また新世界と旧世界の対比、あるいは人間とでも言うべきか、最先端の音源の中に確実と音源が織り乱られた構成となっており、配分によっては曲としてのクオリティを下げかねないのですが、ここはさすがベテランの安藤さん。絶妙なバランスの取れたハーモニーを組み上げることで強烈な音源の中を最大限に引き出しており、発動した音源の古臭さを消しながらも懐かしさをしっかりと残した神アレンジへと昇華させています。あっぱれですね。なお今作において安藤さんが手掛けたアレンジ曲は他にグリコとグリッチーの戦い、アクアスの新作中、一気化構成が6種展開へ、アセイドの最後にポナーダリング、ソウル集合室の別荘でなどが挙げられます。神アレンジ多すぎでは。さて曲の解説もあらかた済んだので、ゲームにおけるこの場面について軽く触れておきましょう。エフリーという格を失ったヘッドエフリスは最後のワイヤが近くてボックスターを引き寄せ新世界と衝突させることを企みますが、一つ前の場面で流れる一気化構成が6種展開へという説明はこの構成を指しているものだと思われます。中にはコンタとエフリー、あるいはカービィとエフリスの関係を表してのより特徴する方もいますが、全体同士がそれ以上近づくと互いに崩壊を引き起こすとされる距離という6種展開の定義からは若干ずれているため、それって FP を持ち合わせてはいるものの、直接の真剣になっているのは新世界とボックスターの関係なのであるというのが私の見解です。まああくまで一個人の考えに過ぎないので皆さん聞き流していただいて構いませんが、また途中で出てくる緑色の地形は原作のカービィシリーズの魅力の一つだと思います。